マシュー・チュー・ボーマンは、アメリカ合衆国メリーランド州、モンゴメリー軍、チェビー・チェイス出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース参加所属。ニューヨーク・メッツ参加時代2012年の MLB ドラフト13巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ブルックリン・サイクロンズで、プロデビュー。 12試合に登板して2勝2敗3セーブ、防御率2.45、30奪三振を記録した。2013年は、A 級サバンナサンドナッツと A 級セントルーシーメッツでプレイし、2球団合計で21試合に先発登板して10勝4敗、防御率3.05、116奪三振を記録した。2014年は、A 級 ビンガムトン・メッツとトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズでプレーし24試合に登板して10勝8敗防御率3.22124奪三振を記録した2015年はトリプル A 級ラスベガスでプレーし28試合に登板して7勝16敗防御率5.5377奪三振を記録した 2015年12月10日にルール5ドラフトでセントルイスカージナルスから指名され移籍した。2016年シーズンは開幕25人枠に残り4月6日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビューを果たした。6月8日のシンシナティレッツ戦でメジャー初勝利を挙げた。この年はメジャーに定着し59試合にリリーフ登板。2勝5敗。 防御率3.46、ホイップ1.17という、まずまずの成績を残した。2018年11月2日に、ウェーバー工事を経て、レッツへ移籍した。2019年シーズンは、ルイビル・バッツで開幕を迎え、5月にメジャーに昇格した。2020年9月には、トミー・ジョン手術を受けた。レギュラーシーズン終了後の10月14日に、マイナー契約となり、 16日に FA となった。2020年12月14日にニューヨークヤンキースと2021年より2年間のマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。